ジェフリー・アラン・サマージャは、アメリカ合衆国インディアナ州ハミルトン・軍、メリルビル出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ現在は、フリーエージェント。愛称は、シャーク。シカゴ・カブス時代のオートルダム大学では、アメリカンフットボールのワイドレシーバーとして、オールアメリカンに選ばれ、NFL のドラフト一巡目指名が、確実視されていた。しかし、2006年の MLB ドラフト5巡目で、 シカゴカブスがサマージャを指名し、最大で7年1650万ドルの大型契約を結んだ。NFL との掛け持ちも考えられたが、2007年1月に野球への専念を宣言した。2008年7月25日のフロリナ・マーリンズ戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。その後はしばらく伸び悩んだが、2011年は中継ぎとして結果を出した。 2012年から先発に転向した。2014年2月8日にカブスと534万5000ドルの1年契約に合意した。開幕後は17試合に登板し、2勝7敗、防御率2.83だった。2014年7月5日にアディソン・ラッセル、ビリー・マッキニー、ダン・ストレイリートのトレードでジェイソン・ハメルと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。 7月には、オールスターゲームにナショナルリーグの選手として、初選出されたが、上記の通りアメリカンリーグのアスレチックスに移籍した、ためベンチ入りはできるが、時代扱いとなった。シカゴホワイトソックス時代2014年12月9日に、マーガス・セミエン、クリス・バシット、ジョシ・ュ・フェグリー、ランヘル・ラベロとのトレードで、マイケル・イノアと共に、シカゴホワイトソックスへ移籍した。12月16日に、 同時期に入団したメルキー・カブレラ、デビット・ロバートソンと共に入団会見を行った。背番号は29に決まった。2015年は開幕投手を務めた。4月23日のカンザスシティロイヤルズ戦で乱闘を起こし退場処分を受け、25日に MLB よりクリス・セールと共に5試合の出場停止処分を受けた。この年は先発ローテーションで フルシーズン投げ、チーム最多の2 1 4点レイニングに投げたが、被安打、失点、基本塁打の3部門で、リーグワーストになった。一方で、リーグ1位タイの2カンプ勝利を挙げるなど、起伏の激しいシーズンを過ごした。11月2日に、FA となった。2015年12月5日に、サンフランシスコジャイアンツと、総額9000万ドルの5年契約で合意し、九日に、 正式に契約した。二千十六年は、前年同様、年間を通して先発ローテーションを守り、自己最多の十二勝、防御率三点八一、百六十七奪三振、ホイップ一点二零の成績だった。フルスカブストの顔合わせとなった、ディビジョンシリーズでは、第二戦に先発したものの、相手先発のカイル・ヘンドリックスに二点タイムリーを、浴びるなど二回四失点で、 敗戦投手となり、先発としての役割を果たすことはできなかった。チームは1勝3敗で、ディビジョンシリーズ敗退に終わった。2017年も先発ローテーションの一員として、リーグ最多の207.2イニングを投げ、3年ぶりの200奪三振を達成したが、地区最下位に沈んだチーム状況もあって9勝、リーグ最多の15敗を喫し、 防御率も4.42に終わるなどあまりかんばしくない成績に終わった。2018年は胸筋を痛め、故障者リスト入りして開幕を迎えた。4月下旬に復帰したが調子は上がらず、7月15日に肩の故障で離脱すると、そのままシーズンを終えた。10先発で1勝5敗、防御率6.25だった。2019年は、 開幕から離脱することなくローテーションを守り、32、先発で11勝12敗、防御率3.52位の成績を残した。2020年9月26日にディーフとなり、同日に自由契約となった。スリークォーターから最速99.8マイルパーアワー、平均94.5マイルパーアワーの速球を中心にスライダー、カッター、スプリッターを使用する。 決め玉はスプリッター。ありがとうございます。